審判は、フランツカフカの長編小説。1914年から1915年執筆。理由のわからないまま裁判を起こされた男、ヨーゼフ・ケが、様々な立ち回りも虚しく無残に処刑されるまでを描いている。生前は発表されず、死後1925年に、マックス・ブロートによって編集、交換された。結末部分が書かれているものの、 途中の章は断片に止まっており、全体としては未完の作品である。現代のデアプロセスは、訴訟、敬意の意。意かか不かが、走行につけた章題に沿って、内容を記述する。各章の配列順には、諸説があるが、ここでは、主公版全集の配列に従った。また、この他にも書きかけに終わっているいくつかの断片がある。逮捕、銀行の業務主任ヨゼフ K は、 30歳の誕生日の朝見知らぬ二人組の訪問を受ける。二人は K に彼が逮捕されていることを告げ自分たちは監視人であると語る。K は一体どんな罪で逮捕されたのかと聞くが監視人は感知しないと言う。K は臨室に連れて行かれそこで監督だという男と話をする。K は自分がいかなる罪も犯していないと述べこの扱いは不当であると言い立てる。 監督によれば、逮捕はされたもののこれまで道理勤めに出ていいという。そうしてよく見れば、傍らには、同じ職場の人間が立っている。K は彼らに伴われながら、半時間の遅刻で銀行に向かう。グルーバッハ夫人との対話ついでビュルストナー上その夜、K は職場から帰宅し、家主のグルーバッハ夫人と言葉を交わす。その際、夫人が、 隣室のビュルストナー城の男関係を勘ぐるような発言をしたため、K は気分を損ねる。夜半、ビュルストナー城が帰宅し、K は隣室を訪れて、彼女の部屋が勝手に、K の心理に使われてしまったことについて謝罪する。ビュルストナー城は、隣人の大位が聞き耳を立てていることを恐れて、K を追い返そうとするが、K は彼女に乱暴に口づけし、その場を去る。最初の心理。 やがて電話で通告があり、K は日曜日に審理に向かう。通告が曖昧だったため K は目的地に着くまで苦労し、ようやく古いアパートの一室にたどり着く。中には大勢の人間が詰めかけており、K は低い壇上で逮捕の不当さや手続きのずさんさを訴え、徴講人たちを仲間に引き入れようとする。しかし段を降りてみると、彼らの胸には、 例外なく役所のバッジが付けられており、彼らは一人のこらず役人側の人間であったことがわかる。K はののしり、皮肉を言って出ていく。人気のない法廷で学生裁判所事務局、翌週も同じ場所に向かってみると、以前に K を部屋の中へ案内した若い女がおり、今日は審理は行われないという。K は女と話をし、 彼女に魅力を感じて誘惑するが、後から登場した若い放課の学生に邪魔立てされ、彼女を連れて行かれてしまう。K が腹を立てながら、ドアの前に佇んでいると、ふと近くに、裁判所事務局入り口の標識を見つけ、この安アパートの屋根裏に事務局があるらしいと悟る。K は裁判所の下働きをしている、先の女の夫に案内され事務局を見学する。長い廊下が、 待合室になっており、そこから各事務局として使われている屋根裏部屋に通じている。K は次第に気分が悪くなり、局員に支えられてその場を後にする。ムチダン数日後、K は職場のガラクタ部屋で3人の男に遭遇する。そのうち2人は、K の逮捕の際にやってきた監視人のフランツとビレムであり、もう1人は黒い革服を着た見知らぬ男である。 監視人たちは、K の食事や下着を横領した角で、これから、無知打ちの K を受けるという。K は見逃してやるように言うが、無知打人は、聞き入れずに監視人たちの服を脱がす。鞭を打たれた、監視人の叫びが響き渡り、K は、職場の同僚に知られないように慌てて、ドアを閉め、叫び声を聞いてやってきた小遣いをごまかす。 翌日になっても監視人のことが K の頭から離れず、K は小遣いにガラクタベアを早く片付けるように言う。おじれに、ある日、K の元に裁判の話を聞きつけたオジカールがやってくる。彼の学校仲間に弁護士をしているフルトという人物がおり、彼に紹介してやれるという。すぐに二人でフルトの元を訪れ、病に伏せっているフルトに事情を話す。 その場にはちょうど裁判の事務局長を務める人物が同席していた。しかし K はフルトの女中レニとの常時に夢中になってしまい、その間に自分の立場を有利にする機会を逃したことでおじから失責されてしまう。弁護士向上手がか、その後も裁判の進展する様子が見られず、K は弁護士に任せていられなくなる。そのような折、仕事場に客として現れた。 工場主から法廷が書き取れりを紹介され、何か有利な情報が得られないかと考えて、彼のもとを尋ねる。彼の話では、自分は本当の自由に対しては無力であり、仮の無罪か、または訴訟を低い段階に留めたまま引きずっていくか、どちらかの場合にしか協力できないという。K は結論を保留しながら立ち去り、帰り際に粗末な絵を大量に買わされる。 証人ブロック弁護士の解任、K はついに弁護士フルトを解雇することに決め、彼の家に向かう。彼の家では同じく弁護士を頼んでいた証人ブロックと会い、K は彼を女中、レニの愛人ではないかと疑い、不愉快な思いをする。K はフルトに会って自分の決意を話し、フルトは裁判の進行に時間がかかっていることについて、弁解をする。続いて、 ブロックが部屋に入ってくると、弁護士の態度は一変し、ブロックに対し奴隷を扱う主人のような態度をとる。大聖堂にて、K は職場で重要なイタリア人の顧客を町の名所に案内する役を命じられる。K はイタリア語文法書と名所アルバムを持参し、大聖堂でこのイタリア人と待ち合わせるが、時間が過ぎてもイタリア人は現れない。K が大聖堂の中に入ると、 教会士が説教団の上から K の名を呼びかける。そして K に裁判のことについて次々に質問し、起手についての一つの総話を語って聞かせる。最後、31歳の誕生日の前夜。K は二人組の処刑人の訪問を受ける。K は郊外の石切り場に連れて行かれ、そこで心臓を一とつきにされる。K は処刑人に見守られながら犬のようだ。 と言って死んでいく。作品中、大聖堂にてと題する章で、主人公系が、教会誌から以下のような短い物語を聞かされる場面があり、カフカは生前この総話を、起き手の門前の代で独立した短編作品として発表している。書出は1915年の自衛誌で、その後1920年に、作品集、稲医社にも収録された。 田舎から一人の男がやってきて、掟手の門の中へ入ろうとする。掟手の門は一人の門番が守っており、今は入れてやれないという。また仮に入ったとしても、部屋ごとに、怪力の番人が待ち受けていると説明する。男は待つことにし、開いたままの門の脇で何年も待ち続ける。その間に男は番人に何度も入れてくれるよう頼み。 そのために贈り物をするなどして様々に手を尽くす。そうするうちに、いつしか他の番人のことを忘れ、この門番一人が掟手の門に入ることを阻んでいるのだという気になる。やがて男の命がつき、最後に門番に対して、なぜ自分以外の誰も掟手の門に入ろうとする者が現れなかったのだろうかと聞く。この門はお前一人のためだけのものだったのだ、と門番は答え、門を閉める。 審判は1914年の8月に書き始められた。この際カフカはまず冒頭の逮捕の章と終章にあたる最後の章をほぼ同時に書き上げている。9月末までに3分の2ほどを書き上げたがやがて行き詰まり、10月には執筆を進めるため職場から2週間の休暇を取っている。しかしこの休暇の間にも執筆が進まず、カフカはこの間に 審判を脇に置いて短編、流刑地にてと失踪者の一部を書き上げた。審判は翌年1月、最終的に未完のまま放棄された。カフカは審判に着手する2週間前、恋人フェリーツェ・バウアーとの婚約を解消している。婚約解消の際、両者の友人を交えてホテルの一室で会談が行われ、カフカは日記でこの会談の様子を 法廷と表現していた。エリアス・スカネッティはこの恋人との経緯が作品に反映されていると考え、カフカがフェリーツェンに当てて書いた膨大な量の手紙を検証しつつ、審判を論じている。最初に審判を刊行したマックス・ブロートは各章や断片を再構成し重章のまとまった作品として発表した。カフカの総工ノートには作品全体のタイトルは付けられておらず、 ブロートは、生前のカフカとの会話に基づき、審判のタイトルを付けた。その後日記などに書かれていたカフカ自身の表記を考慮し、1990年の趣向版全集では、デアプロセス。1997年の歴史批判版全集では、デアプロセスの表記が用いられている。この作品は1947年に、 アンドレジットの本案によって舞台化されており、その後、ベータ・バイスも1974年に舞台用の本案を行っている。日本でも、別役ミノルや松本治などによる本案例がある。また、ゴッドフリート・フォン・アイネムは1953年に、この作品のオペラを作曲している。 映画では1962年のオーソン・ウェルズ監督、アンパキ主演による、審判が特に有名である。また1991年の、スティーブン・ソダーバーグ監督による、効果、迷宮の悪夢は、審判と、城に、カフカの実人生を組み合わせた内容となっている。1993年には本作を原作にした、トライアル、審判が制作された。出演は、 カイル・マクラクラン、アンソニー・ホップキンスら。スコットランドのポストロックバンドヨーゼフ系は、この作品の主人公からバンド名を取っている。ありがとうございます。